住之江デザイン担当している西田と言います。よろしくお願いいたします。こちらがですね、今回住之江のブースになっておりまして、メインで陳列させていただいておりますのが、こちらの住之江オーダーカーテン総合見本帳モード S になります。モード S の、モードとは、フランス語で、ファッション流行を意味しておりまして、そのファッション感覚でカーテン、室内装飾を楽しんでいただきたいという思いが込められている見本帳となっております。今回商品を開発するにあたってポイントが3つあります。1つ目はプリズマシリーズの紹介です。そして2つ目が望遠刺繍シリーズの紹介になります。そして最後3つ目が遮光カーテンの充実になります。プリズマティックモダンプリズマシリーズ、プリズムとは光を透過する多面体の水晶体のことを言います。光を感じるようなエッジの効いた幾何学デザインであったり、光沢紙を使用して光を感じるような印象に仕上げたデザインシリーズが特徴となっております。施工空間としましては、最近ではシンプルモダン住宅、例えばフラット屋根であったり片流れ屋根といったシンプルモダン住宅が非常に多くなってきております。そういった空間に映えるようなデザインシリーズを展開しております。まずこちらの商品が D9002 という商品になります。ジャガード織りのドレープの商品になっております。近くで見ていただくと分かるんですが、光沢の面とマットな面で織り分けております。また表面からレザーエンボス加工をすることによって光が乱反射し、より深みのある表情に仕上げたのが特徴となっております。続きましてこちらの D9027 のオパールプリントの商品となっております。リピートデザインが非常に大柄になっておりまして、ワイドは150センチあるデザインとなっております。このようにフラットなスタイルで柄のインパクトを演出していただいてもおすすめですが、ひだを取っていただきまして、色が重なる様子、線が重なる様子も非常に綺麗なアイテムとなっております。続きまして開発ポイント2つ目の望遠刺繍シリーズになりますが、こちらの商品がその1つになっております。 D9021 の縦流れのウェーブ柄を刺繍で表現したデザインとなっております。今回素材難燃紙を一から開発することで、色糸を使った表現でもですね、非常に綺麗な色鮮やかな表情が楽しめるということがポイントとなっております。続きまして遮光シリーズの商品を紹介させていただきます。日本では非常に遮光カーテンの需要が非常に高いアイテムとなっておりまして、今回遮光カーテンのシリーズを非常に充実させました。充実させたポイントとしまして、高密度で織り上げた非常に高級感のある遮光カーテンを今回用意しました。こちらの小花が非常にエレガントな印象の遮光カーテン、配色としてましてアイボリーとブラウン色を展開しております。続きましてライセンスブランドの紹介をさせていただきたいと思います。ライセンス契約をしているミラショーンとキャサリンハムネットロンドンの新柄を今回追加しております。まずミラショーンの新柄の方を紹介させていただきます。こちらが D9405 のアイテムです。非常にシックな印象のデザインにはなっておりますが、こちらのモチーフの花の部分にですね、光沢紙、非常に、キラキラと光る糸を使用してますので、ひだを持たせた時にですね、花が立体的に浮かび上がる表情が特徴のアイテムとなっております。続きましてキャサリンハムネットロンドンのシンガーの紹介をさせていただきます。 D9083 の商品です。非常にダイナミックに描いた、アーチ型のデザインに、クラシカルなモチーフをあしらったデザインが特徴のアイテムとなっております。非常にキャサリン・ハムネットらしい、インパクトのあるデザインが特徴のアイテムとなっております。以上でモード S の新柄の紹介を、終了させていただきます。7月22日に発売以来非常に好評なアイテムとなっております。皆様もぜひ、どうぞよろしくお願いいたします。